神。神道における神とは、自然現象などの信仰や、異譜の対象である。八百万の神や、およろずの神という場合の、八百万や、およろずは、数が多いことの例えである。神道の神々は、人と同じような姿や人格を有する危機神話に、見られるような人格神であり、現世の人間に恩恵を与える、守護神であるが、 たたる性格も持っている。たたるからこそ、神は、恐れられたのである。神道の神は、このたたりと、密接な関係にある。神々はいろいろな種類があり、発展の段階も様々なものが並んで存在している。神道の神の名前である神名は、大きく三つの部分に分けられる。例えば、アメノウズメノミコトの場合となる。この他に、その神の神徳を叩える。 様々な文言が付けられることがある。例えば、通常、ニニギと呼ばれる神の正式な神明は、アメニニシクニニギシアマツヒコヒコホノニニギのみ事である。神明は、一の部分を省略して呼ぶことがある。また、民族学、神話学など、学術的な場面では、神号、三の部分を略すことが多い。 一はその神の属性を示すものであるとの説がある。最も多い、アメ、アマ、天は、天神神であること、または、アマネ、高ガハ原に、関係のあることを示すとの説もあるが、アメの冬木の神、天日原大かど微神など、明らかに国つかみであるにもかかわらず、アメのと関される神明もあるので成立しない説で、ある。例えば、天の都度、平地泥神の、天は、 水源を考慮して付けられたものと考えられる。国、国は国つかみを表すこともあるが、多くは天を表す。雨のつく神と体になって地面もしくは国関係のあることを示す。よもつ、光線は光線の国の神であることを示す。ほ、ほは稲穂に関係のあることを示すとの説もある。この部分が、神明にない神も多い。に、はその神の名前にあたる。 これもよく見ると、末尾が同じ音である神が多くいることがわかる。例えば、ち、み、ひ、むす、むず、むち、ぬし、うし、お、め、ひこ、めなどである。ち、み、ひ、れいは、自然神によくつけられ、精霊を表す、かぐつち、おおやまつみなど、つわ、のの意味、うし、おとな、ぬし、ぬし。一節では、のおとなの略称とも、むち、きとうは、 くらいの高い紙につけられる、大昼目の鞭、天アマテラスの別名、大国主など、むす、さん、むつ、親は何かを生み出した素心を表す。き、お、男、子、子、彦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 、ひはおがみ、み、め、お姫、姫、姫、め、ひめ、は、女神につけられるものである。子は、国像、宮津子、こ、おのいもなど、元は男性を表したが、 藤原氏が女性名として独占し、近世までは皇后など一部の身分の高い女性しか名乗れなかったことから、現代では女性名として定着した。三は、信号と呼ばれる。いわば損傷である。代表的なのは、神、神と、御事、命、御事である。御事の語源は、おこととする説と、御事とする説とがある。後者は命令のことで、 何かの命令を受けた神につけられるものである。例えば、イザナギイザナミは、現れた時の信号は、神である。別天神神より、国を固めよとの命令を受けてから、命に信号が変わっている。その他、古事記では特定の神格については、それぞれ神なのか、御事なのか決まっている場合、ほとんどできっちり使い分けされているが、日本書紀ではすべて、御事で統一した上で、 特に尊い神に、御子と、それ以外の神に、命の字を用いている。特に尊い神には、狼、大御神の信号が付けられる。また、後の時代には、病人、権限などの信号も現れた。日本語における、神という言葉は、もともとは、神道の神を指すものであった。ただし、日本書紀にはすでに仏教の御子と格を、茂ル人とする記述が見られる。 16世紀にキリスト教が日本に入ってきたとき、キリスト教で信仰の対象となるものはデウス、天主などと呼ばれ、神道の神とは仏教の仏とも別のものとされた。しかし、明治時代になってそれが神と訳された。他言語においては、神道の神を指す場合は、神として一般的な神とは区別されることもある。漢字の神は祭祀を意味する。 示せに、音符、猿を付した字で、祭祀及び、祭祀対象である神霊の類を示す。また、神義とした場合は、地の神である、義に対し、天空にいる雷神の類を意味する。神字は、日本においては、神と訓じられ、日本の神霊的存在の総称として定着した。現代日本語では、神と同音の言葉に、上がある。 神と上の関連性は一見する限りでは明らかであり、この二つが同語源だとする説は古くからあった。しかし、江戸時代に上大特殊かな遣いが発見されると、神は、身がおつるい、上は、身が光類と音が異なっていたことがわかり、昭和50年代に反論がなされるまでは、俗説として扱われた。ちなみに、身分の高い人間を意味する、長官、守る、こ 京、東、白東、現代語で言う、お神、神の名、狼も、上と、同じ組が、光類、神であり、神、神も、上と、同じ組が、光類、神である。神と、上音の類似は確かであり、何らかの母音変化が起こったとする説もある。神山と言われびこの命、神山と言われ彦、神あたとび目、神あたつ姫、神あたてびめ命。 カムやタテヒメなどの複合語で、神がカムとなっていることから、神は古くはカムか、それに近い音だったことが推定される。王のススムやモリュゲトシなどは、の古い形として友愛とおいを推定しており、これによればキャミーは古くはカムイとなる。これらから、神はアイヌ語のカムイと同語源だという説もある。カムには、公務、組む、絡む、かかる、関わる。 かかし、かげ、かぎ、はり、かぐ、かがやく、かざす、首、び、かぶ、かび、かも、かも、かもす、はむ、うむ、はう、へび、はぶ、は、ふむし、はぶ、はぶ、しゅく、わふる、ほふる、ほルるなどの派生語がある。現時点では、もとおりのりながが、こじきんの中で、かび、かみと申す、なのぎは未だ思いえずと言っているように、 語源についての明確な定説はない。自然のものすべてには神が宿っていることが八百万の神の考え方であり、欧米の辞書には神徒として紹介されている。日本では古くから山の神様、田んぼの神様、トイレの神様、台所の神様など、米粒の中にも神様がいると考えられてきた。自然に存在するものを崇拝する気持ちが、 神が宿っていると考えることから800万の神と言われるようになったと考えられる。800万とは無限に近い神がいることを表しており、他神教としてはありふれた考え方である。またこういった性格から特定能力が著しく引い出た、もしくは特定分野で認められた人物への継承として神が使われることがある。神道において、 特に有力な人物や恨みを残して亡くなった人物を神として祭り、たたりを避けようとした例は数多い。中でも菅原道真を祀る天満宮は亡くなった人間を神として扱う顕著な霊である。これに対して近代に起こった安国神社は国家のために戦死した不特定多数を神として祀っており、特定単数を神として祀る戦術の例と一線を隠している。 これらのことから、神社から、慰霊碑、神仏集合における墓に至るまで規模は違えど、本質的に同じものであり、神、祀れば、恩恵をもたらし、ないがしろにすればたたるものと、霊、人間がんだ後に残るとされる霊魂とは、明確に区別されていないと言える。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。